今までいろんな相手に挑戦してきたので経験の差を見せつけて勝ちます。女子でも面白かったと思ってもらえるような試合にしてインパクトのある試合にします。相手のことはちょっとわからないんですが全力で殴り合って面白い試合にしましょう。ジムの皆さん、それからいつも応援してくださる保護者の皆さん、いつも応援ありがとうございます。それから YouTube で知ってくださって応援してくださる皆さん、本当に応援感謝しています。皆様にこれからも応援してもらえるように面白い試合していきたいと思いますので応援よろしくお願いします。試合に向けての意気込みをお願いします。ファンリックアカデミーの古野翔子です。またこのチャンスをいただきありがとうございます。対戦相手に向けて一言お願いします。上野選手に比べたらまだまだ経験などは浅いですが私は足しでいきます。ファンのみんなに一言お願いします。九州最強のおばさんになります。よろしくお願いします。試合に向けて精一杯頑張ります。よろしくお願いします。おっす。